ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも、今回は神奈川県横須賀市、今京急の、京急久里浜駅の駅前までやってきているんですけれども、今回はこれから初訪問の家系ラーメンのお店行ってみようと思うんですが、駅前の、バスの中ね、運転手さんにお伺いしてみると、その場所に行くには2つルートがあって、1個は、まあ、直線的に行く2番線乗り場からのフェリー行きというね、バスもあるそうなんですが、もう1個、伸び海岸行きとおっしゃいましたかね、なんかJR の駅や海岸線を通りながら行くルートもあるということで、なかなかめったに、来ない場所なので、そちらの方で向かってみたいと思います。はい、というわけで、少し遠回りの道のねバスに乗りましたが、今この大浜というバス停ですね、カインズさんの、目の前のバス停で降りました。ちょっともうここからほど近いはずなんで行ってみます。
というわけでいただいてきました田島屋さんの醤油ラーメン、そしてライスでした。まずこちらも外観からもうね、1階部分に田島屋さん入ってますが、そのビル全体がかなりこう雰囲気があって、もうね、田島屋さんの入り口なんかも、まあ、海が近いということもありますが、ちょっとなんかこう海の家とかにこんなラーメン屋さんあったらなんか雰囲気すごいなって思うような風合いというか雰囲気のお店で、このラーメンがね、結構独特ですね。まず一番違うのは麺が、いわゆるこう家系ラーメンで想像する、まあ、家系ラーメンとしてコメントすると、中太の麺とは違って、細くて、もう自分が今まで食べてきた中で言うと、わりかしこうラーメンショップさんの麺に近いかなというような、食感も含めて、雰囲気の麺でした。で、スープはね、結構豚骨の感じ、コクもあって、自分はめちゃくちゃ重い感じの豚骨じゃないですけど、豚骨感を感じました。で、そこからね、返し醤油だれの感じがね、すごくいい感じの出方なんですね。だからどっちかというとこうちゃんと醤油が先行してくる感じの、醤油豚骨で、自分はちょっとあまりこう鶏っぽい風味はそこまでは感じなかったんですけども、ただ本当バランスがいいスープだなと思いました。で、こう醤油がちゃんとね前に出てくるところも自分としては好みでした。で、こうチャーシューはね、大判で、返しの味の入り方も控えめで、私こう肉の素材の旨味が出つつ噛み締めるタイプのチャーシュー、ちょっとこう懐かしいタイプのチャーシューだなっていう風に感じるようなチャーシューでした。で、こうラーメンネギとほうれん草入ってるんですけど、自分こう、まあ、特にこう鶏油が効いてたり鶏系の味が出てる時っていうのはネギとかで本当にあってぴったり来てるなと思うこと多いんですが、今回のスープに関しては自分はこのネギほうれん草はまあ、正直言うとなくてもこのベースのスープと返しとこの麺の合わせ方だけで、まあ、十分うまいなと思わせてもらえるような味でした。で、これライスは、提供時にまずおしんこかキムチどっちかいりますかって言われるんですけど、自分は今回おしんことお願いしまして、これしば漬けでしたが、この今回のスープちょっとねまったりしたような味の豚骨感、そして返しの出たスープにちょっとしば漬けのこう酸味がねめちゃくちゃ合うなと思いました。はい、そして今ちょっとねお店のメタナの先はこの伸び海岸、船が停泊してますが、本当にすぐ、メタナの先なので、まあ、今日はちょっと太陽出てませんが、夕方ね夕暮れ時に来るのもいいと思いますし、お昼なんかにこう食べ終わった後に少し歩くっていうのもいい場所じゃないかなと思います。はい、というわけで今回は、最初にガイドしましたが、京急栗浜の駅から直通バスもありますが、あえてちょっと迂回する JR の、駅なんかを乗りながら、そしてこの海岸線も左手に見ながら来るバス乗りましたが、もしお時間ある方はそんな来方もねいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。